ようございます。速稼塾の子です。今日はね、マクドナルドじゃないや、モスバーガーか、モスバーガーにちょっとハンバーガーを買いに行ってきます。それではエンジン始動するところから、こうやった方が見やすいですかね。エンジン始動するところからいきますね。来ましたね、4号線を登っています。はい、広島の久保でございます。なかなかね、このトランザムのナイト2000仕様に和服で乗る人ってのはあんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、私普段が和服なんでですね、まあ特に気張って乗ってるわけではなくて、乗るとき、車乗るときとか、その辺散歩するときいつもこの格好なんですよね。まあ今日はデニムですけども、まあ着物を着たりとかね、まあ紋付き浜かまっとまで行きませんけども、大体和服なんですよね。ちょっとじゃあこれからですね、ナイト2000で一緒に走っていくところ、そしてモスバーガーにたどり着けるんでしょうか。そんなところ行ってみたいと思います。今窓を開けて、天気がいいんでね、天井も開けてますけども、 T バールーフってやつですよね。 T バールーフにするとね、やっぱりねすごくね気持ちいいんですよね。では行きます。こうやって走り出して、これ住宅地の真ん中に私の家があって、駐車場もね、傾斜があるんで、でもあんまり勢いよくやると下を擦っちゃうんですよね。このナイトライダーのトランザム2000ってのは結構ローダウンしてるんでカスカスなんですよ。まあ私がローダウンが好きってわけではないんですけども、このデモカーがですね、もともとローダウンになってましたんでね、この交差点もかなり慎重に進めないと、ノーズが長いんでもうかなり進まないとね、右も左も確認できないんですね。こういう交差点は特に要注意でございます。それからご覧のように左ハンドルなんで、いつもと勝手が違いまして、だいぶ左に寄せて運転してるんですけども、このね、通行人、歩行者ですか、歩行者の方とね、運転席ってほんと近いんですよ。まあそれもまた楽しみの一つなんですけどね。でいつもの通り、近所のね団地の坂をこうやって下がって、いろいろと操作をしたいんですけども、ほとんど手探りでですね、このなんですかね、インパネがぐーっとせり出してきてるじゃないですか、ナイト2000のキットが。だからね、本来のトランザムのコンソールっていうのが全然この手元にないんですよね。ですんでいちいち止めながらとかね、信号待ちで操作するようになります。そして音楽の方もかけたいんですけども、もうねパネルが見えないんで全然かからないんですよね。まあそういった形で、こうやってね、音声と音楽は後で重ねて編集しております。信号待ちが来たかなと思ったらもう進んじゃうんでね、何もできないままこうやって走り出します。はい、それではここでさらに坂道なんですけども、ステアリングが特徴的じゃないですかね。でもうかなり慣れたと思うんですよ。これね、本当にね、その日のうちになれますね。1時間も触ってれば、いわゆるホイールっていうんですかね、普通の、ハンドルって丸いじゃないですか。で、これは、こうやって、コックピット、飛行機のコックピットみたいなハンドルなんですけども、そんなにぐる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 回すこと普段からないんで、本当、ちょっと傾けるだけでね、右に左に行ってきますんでね。あ、これ、サンルーフが開いてて気持ちいいよってことをね、後ろ見ながら話してます。だいぶ風がスー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 入るんですけども、案外あったかいんですよ。エイブリル、あなたまでこんなヤマタコイに加わるとは。4人とも情報工学の学位を持っており、コンピューターエレクトロニクスではトップクラスのプロです。写真の2人はスティーブス社長と学生時代からの親友で、彼を裏切るとは思いません。それではね、ドライブの方を続けていきましょうか。ぐーっと進みます。やっぱりね、ナイト2000乗ってると、なんか風景が違って見えますね。ここら辺は私がね、散歩でよく歩くところなんですけども、その時とはまた別に、なんかね、見られてる感があるというか、見てる感があるというか、私自身がこのナイトライダーってシリーズが大好きで、今シーズン5をなんかね、実際に自分で体験するような感じがするんですよね。やっぱりこうマイケル・ナイトさんっていうのはどこ見てもいないんですけども、前を見ればキットがいるわけですよね、ナイト2000が。あ、だからなんかこうキットがね、なんか語りかけてくれるような、そんな感じがしながら、あ、こうやって運転しております。本当にね、こんな貴重な車体をいただけて嬉しいなと思いますし、同じように、日本全国各地に数は少ないんですけども、このナイト2000仕様に乗ってらっしゃる方が、まあね、私が一番最近なんで皆さん大先輩ばっかりなんですけども、これからどういう方と出会えるのかね、ナイト2000に連れてもらおうかと思います。さあ、それで随分走っていきましたけども、まだまだ私の目指すモスバーガーってのは遠いわけで、まあ田舎に住んでるんでハンバーガー屋さんで近くないんですよ。
本当にね、ちょっとしたドライブになっちゃいますけどもね、お付き合いいただければ幸いでございます。モニターの方がかなりね、チラ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 してて、メーターがかっこいいなっていう風に今こうやって見てても思うんですけども、皆様いかがですかね。ナイトライダーのシリーズ見られた方はものすごく懐かしくて、実際にこれをね、もう生で触れてみたい、触ってみたいと思うかもしれませんね。私もまあその一人だったんですけども、近所に持ってる人がいませんのでね、自分でこういう風に所有するようになったってことなんですけども、これからも私はね、この車をいろんなところ、日本全国各地47都道府県できればね、お届けして、見たいとか触りたいっていう人にぜひね、少しの間だけでも体験していただいて、運転席に座っていただきたいかなと思います。本当に感動の連続というか、憧れっていうのがもしね、大人になって実現できるとしたら、そのナイトライダーっていうのも人の一つだと思うんですよ。で、昨今ね、 AI とか電気自動車っていうのが出てきまして、ますますリアルにこのキットっていうのがね、もうすでに量産型で出るんじゃないかなと。こうやってレプリカではなくてメーカーが出すんじゃないかなぐらいの勢いで思ってるんですけどね。ちょっとメガネかけさせてもらいます。これはね、メガネじゃなくてサングラスなんですよね。今西日がかなり来ていまして、眩しいんですよ。これまだ朝日の段階、違うな、これは何時ぐらいだったかな、夕方ですね、夕方3時ぐらいだったと思いますけども、もうね、日が傾いてきて眩しいんですよ。なんか夕方みたいな太陽でしょ。これどん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 ね、向こうの方向かってますんでね。はい、それでこのナイトライダーシリーズなんですけども、私すごく好きでね、好きすぎて、ブルーレイを買ったんですけども、最後のディスク3枚っていうのを見てないんですよ。というのが、全部見ちゃうと、もうね、続編がないじゃないですか。だからね、なんかもったいないような気がして、私はね、じっくりじっくり時間をかけて、最後のマイケル・ナイトのね、キッドとのこう活躍をまだまだ撮っておきたいんで、まだね、見てないやつが結構あるんですよね。この楽しみ方ってのはほとんどの方されてないんじゃないかな、私だけなんじゃないかな、こんな変な楽しみ方は。全部見るんではなくて、ほとんど見るんだけど一部残しておくみたいなね。で、まだ私はナイトライダーの見てない話があるんで、こうやってね、実際にキットに乗りながらもワクワクしながら過ごせるわけなんですよね。さあ、信号待ちですね。メガネというかサングラスが結構ね、これ薄型なんですけども、見やすいんですよ。あんまり濃いサングラスすると、今度ね、コンソールパネルが見えなくなっちゃうんですよね。まあこれは私だけかもしれませんけどもね。はい、それでね、信号待ちをしてるんですけども、この後ちょっと左の方にショップに入りますよ。こうチケットショップに行って、金券をですね、ちょっと換金しないといけないものがいくつかありまして、私の家の近くにはあんまりその商品券を使う店がなくてですね、私は電子マネーが主なんで、ちょっとこういただいた金券はね、金券ショップの方にお預けするようになるかなってところなんですけども、こうやってバックして入れております。はい、ちょっと音声がね、途切れ途切れになってすいません。私、この年で47歳で初めて息子が生まれまして、ヤマト君って言うんですけども、まだ生まれて1ヶ月も経たないんでね、たまに泣くんですよ。で、泣くたんびにこれ音声止めてちょっとあやしに行くんですけども、画面の方はですね、これから歩いて金券ショップ行くところですね。車のエンジン入れたままで、しかもオープンカーにしたままでね、なんとも物騒な話ですけども、私の住んでる田舎ってのは結構こういうのがね、平気でして、しばらくこのまんま、キットがうようよしているところをご覧いただけるんではないかなと思います。もちろんね、キットのセキュリティもありますので、何かがあったら私のコムリンクにね、マイケルマイケルって囁きかけてくれるのかもしれませんよね。でもね、こういう風にして、開けておくことによってね、ちょっと見ていただきたいなっていうのもあるんですよ。誰も見てないみたいですけども、たまにですね、スーパーとかに止めてると、これぐるっと見てる人もいて、で、私もね、中乗ってみますかみたいな感じで話しかけたりとかして仲良くなっちゃったりするんですよね。ガソリンスタンドの店員さんとはもう本当にすぐですよ。やっぱりああいうところにお勤めになってる方って車結構見てらっしゃいますから、珍しい車とか目につくと思いますしね。それからやっぱり40代とか50代でお勤めになってる方ね、そういう方は、キットだ、ナイトライダーだみたいな感じで言ってくださるんで、記念写真一緒に撮ったりとかして、本当にこのナイト2000が来ていただいたことによってね、ものすごく私の人生っていうのは豊かになったかなと思います。本当に嬉しい限りですよね。さあ、こういう風にね、チラ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 コンソールパネルがしてるのは、なんとも未来的で、ワクワクするって気持ち、男の子だったらね、いくつになっても思うと思うんですよ。
で私もこれ憧れてずっと追い求めてきたんですけども、これね全然飽きないんですよね。で運転することってのはそんなにないです、はっきり言って、本当になんとか運転する口実を見つけようと思ってるんですけども、なかなかねこのナイト2000に乗る時があんまりなくって、もっぱら洗車ばっかりしてるわけなんですけども、たまには動かさないとね、キットもちょっと機嫌悪くしますんで、まあ、普段は別の車に乗ってたりするわけなんですよ。まあやっぱり日本車っていうのはいいですね。なんかこうエンジン入れてすぐに動けますから。このアメ車っていうのは結構準備がいりますからね。